22年、現在の千葉県にあたる阿波の国で生を受けました。太陽のような温かい心を持った良い子に育ってほしい、母のそんな願いから全日丸と名付けられました。しかし時代を照らす太陽になるまでは苦難の連続だったのです。12歳になった日蓮は初等教育を受けるために清澄山に登り、名前を薬王麻呂と変えてお坊さんを目指して勉強しました。猛勉強に励む日蓮に大きな転機がやってきたのは16歳の時、正式に出家し是正坊蓮長と名乗るのです。そして仏教諸宗への疑問から決意したのが比叡山での修行。経典や書物を読み尽くした日蓮はついに一つの結論に達します。お釈迦様の真意は法華経にある。そして運命の時がやってきます。ふるさとの清澄山に立ち、朝日に向かってこう唱えたのです。南明法蓮華経、法華経を唱え広めることこそ私の使命。32歳のことでした。自ら日蓮と改名し、救いの道は法華経にありと立教改宗を宣言。当時幕府のあった鎌倉へ出て追説法を行いますが、そこはまさに敵だらけ。さまざまな宗派の僧侶たちからは見向きもされませんでした。そんなある日、都を大地震が直撃、さらに疫病が流行。正しい法に従わなければ国がダメになる、そんな思いから立正暗黒論を書き幕府に提出。それは災いを予言する脅威の書物でした。しかし日蓮の国を思う気持ちは彼らには届きませんでした。逆に人々を惑わす危険人物とされ、伊豆へ流罪に処せられてしまうのです。さらに苦難は続きます。伊豆の流罪から許された日蓮は小松原という地で地頭の軍団の襲撃に遭うのです。額を切られ左手を折られますが、一命は取り留めました。それでも日蓮は不屈の人、災いを予言し続けて、ついには幕府の役人に逮捕されます。そして処刑場へと連行されますが、その瞬間不思議な光の玉が飛んできて中止になったといいます。結局日蓮に下された裁きは佐渡への流罪。それは50歳にしてあまりに過酷な運命でした。弟子や信者たちが悲しむ中、彼は一人佐渡へ。寒風の吹きすさぶあばら屋で自らの思想を研ぎ澄ましていくのです。その集大成が勧進本尊抄。そこには法華経の本質はもとより、文章の奥に秘められる宇宙の真実の姿や生命の在り方までもが説かれているのです。2年5ヶ月の佐渡流罪を終えた日蓮を今度は一転、幕府は丁重に迎えます。蒙古来襲の予言について聞こうとする役人に別れを告げ、日蓮は身延山へ向かって旅立ちました。城を捨てたお釈迦様のように都を離れ法華経を広めようと考えたのです。身延山での日蓮は学問に没頭し、弟子たちにその教えを託すのでした。しかしこの時すでに日蓮の体に恐るべき病魔が忍び寄っていたのです。日蓮61歳、病気の療養のために旅に出た彼は東京の池上にて最後の時を静かに迎えるのです。戦い続けた不屈の人日蓮、時代に翻弄されながらも彼の貫いた法華経信仰は受け継がれていきます。日蓮が本弟子とした六老僧、そして彼らに続く弟子たちがその教えを日本中へと広めていくのです。この国とこの国に生きる人々を正しい法のもとに導くために。その後加藤清正や徳川家康の側室お万の方など熱心な信者を得た日蓮諸宗派は世に大きく広まっていったのです。日蓮入滅から300年以上の歳月が流れていました。
芸術の世界にも日蓮は多大な影響を与えています。本阿弥光悦や浮世絵師葛飾北斎など日本を代表する芸術家の多くが日蓮の信者なのです。今日に残された素晴らしい作品のいくつかを見ていくことにしましょう。レンチ蒔絵舎利寿司、江戸時代初期の作品です。近郊の名門後藤家旧姓定常の作った舎利塔を収める寿司、その内部の見事な蒔絵は加賀蒔絵の祖五十嵐道甫の手によるものです。色絵もみじ図透かし彫り反り鉢、江戸時代の天才乾山の作品です。華やかな色彩と優雅で力強い造形美、モチーフとなるもみじの絵が光遠の変化と透かし彫りを生み出しています。七面大明神大元図、熱心な日蓮信者だった葛飾北斎が88歳の時に描いた作品、身延山で説法する日蓮とその守護を誓った龍の姿が鮮やかに描かれています。そして今回日蓮入滅から300年後に生きた弟子の一人長谷川等伯の幻の絵が富山県の妙殿寺で見つかったのです。まさに世紀の大発見と言われるのがこの岸門人十羅刹女像です。大日蓮展開催にあたり富山市にございます妙殿寺様に展覧会の出品候補となります作品を調査に参りました。その折、妙殿様のご住職副住職様が、汗をかきながらたくさんのご寿法をお堂に並べてくださいました。でその中に、長谷川等伯のこの岸門人像が、あったわけです。最初私がその岸門人像を拝見した時には誠にびっくりいたしまして驚愕した、そういう状況であったわけです。この作品は画面中央に岸門人像が描かれ、その周りには十羅刹女が立ち並んでおります。岸門人像は下の方を見つめていますが、その視線の先には女性信者が我が子が無事に生まれ育つようにと祈願している姿が想像できます。まことに細やかな衣服の描写は等伯がこの時期に制作した仏画に共通して見られる表現であります。岸門人像の顔の部分が特に摩耗して剥落しているのですが、これは御利益に預かろうとして信者が手で触れたためだろうと想像できます。画面には元亀2年11月19日と記されているのですが、これは妙殿寺第三代住職の仏像院日教が本作の開眼供養を行った日に記したものであります。等伯は翌元亀3年には郷里の七尾から京へ本拠を移していたはずで、本作の出現によって等伯が上洛したと考える最も遅い時期が示されることになり、等伯の年譜に新たな一行が記されることになりました。日蓮聖人の人生は誠に苦難に満ちています。一つ苦しみをやり過ごすともっと大きな苦難に襲いかかられます。しかしそこが道場です。苦しみがより大きな人間性を育て思想を深めていきます。その道場こそ今の時代なのかもしれませんね。混迷に満ちた迷いの時代の中で遠くを見通し、強い意志のもとに純粋に生きていく、そういう生き方が今我々に求められているのではないでしょうか。日蓮聖人が生き方を示してくださっているように僕は思います。誰よりもこの国を愛し、誰よりもこの国を憂えた巨人日蓮、彼の切実なる叫びが800年の時を超え私たちの心に響きます。